疲れ様です。おい、お疲れさん、有名人。いえいえ、お疲れです。最近、顔見えなくなったんじゃない？いや、ちょっと、トーマーさんが多分俺、忙しいと思うんですよ。だ、今日は実家帰ってきてる。実家帰ってきてる。ちょっと軽く寄って、俺、何も変わらないですよ。大忙しだから、いやいや、テレビでも、たまにむくんでる顔してるから疲れてるんじゃないかなと思ってよ。とてもまた同級生心配してたよ。あれですか。水分補給しっかり取らないと。そうです。今は、あれだよ、昔はな、34度5度、超える時はなかった。今はもう異常気象。異常気象。この辺は塩舐めて、その後水飲んで。塩だけじゃないよ、水も飲まないといけないさ。分かったか。あ、すいません、ちょっと3品茶なかったんですけど、いいですか。ありがとう。ペットボトルってのが嬉しいね。麦茶でもいいですか。あー、全然大丈夫よ。シワサンケー。ワームクトゥーやシワサンケー。ありがとうございます。何やってるんですか。いやいやいや、忙しそう。ただ、少年野球九州派遣が決まって、だったら九州大会ベスト4。すごい、いや、マジか。ベスト4になった。やばいっすね。いやいや、これもまた子供たちのおかげでもあるし。あんなに野球強いんですね。父母会のおかげでもある、OB のおかげでもあって。だからクリスもだから宣伝後はとかしてるでしょ。いやいやいや、あだ話があるけど、そういえばあんたなんかお父さん無人販売始めてる。ああ、なんか趣味でっていうか、オクラも並んでたり、玉ねぎは並んでたり、はいはい、だから玉菜も並んでたりするから。あ、見てくれました。わた同級生としてワンに言いなさい。これはもう告知するから、なんて宣伝後はするから。ありがとうございます。でさっきの話や、九州大会、はい、九州大会決まってベスト4が決まったさ。マジっすか。そっからさ、お祝い会しようってなったわけよ。はい。でひちひち家を会するのもあれだから、次はよ、はい、子供たちに準備させようと思ってから。準備。いや、そうそうそう、準備ってのは自分たちで自炊とかさ。あで、場所とかも自分たちで取らす。全部自分たちで一回やらす。全部自分たちでやる。ただ、僕が今用意してるのは、マイクロバス。マイクロバスっすか。マイクロバスだけは用意してる。なんかでもみんなでね、バス乗ってそういう遠いとこ行くのいいっすね。そう、マイクロバスはだから大型バスに、乗ってから今席の配置は決めてたわけよ。どこに行くんすか。石川。石川に。石川に行ってから。席の配置って、座るとこっすか？いや、だから仲良し同士だけで座れせたらくはないなと思ってるわけさ。なんて。仲良し同士だけで座れせたくないなとは思ってるわけよ。それなんでなんですか？あんまりだから、子供たち同士が、そこまで触れ合いのない同級生同士を一緒にマイクロバスのシートに、席に乗せることによってから、ここからまた新しいコミュニケーション、新しいコミュニティってのが生まれてくるわけよ。こういうのってやっぱプレイとかに影響したりするんですかね。当たり前さ、仲良し同士だけで安易な気持ちでプレイするのと、全然あんまり普段喋ってることのない子供たちと一緒に、マイクロバスのシートに乗せることによって、例えばサードゴロを打った時にどこからかカバーが回ったりとか、後ろにファーストゴアがキャッチゴアするでしょ。はいはい。キャッチバーした時にボールがワンバウンドしてから後ろに跳ねた時に、気づきというものが大事になってくる。ライトのやつがカバーに入ってから二塁に、阻止する。二塁進出を阻止する。すげえ。それでさっきも言ったけど、おいで有名人。はい。さっきも言ったけど、マイクロバス、大型バスを借りてるわけよ。で借りて子供たちと一緒に、石川のね、で自然の家ごはんに、行って、自分たちで、自炊カレー。懐かしいな。なんかやんど自炊カレーとか。自炊カレーも、自分たちでジャガイモ切って、玉ねぎは切って、人参切って、牛肉は入れてから。デイジーいい、あれっすね、指導っすね。いや、これはね、やってもらったわけ。昔僕たちも、やってもらったわけ。あ、マジっすか。で、そこで、自分たちは自立、自分なりに自立していった。あ、だから、トーマさんみたいな何でもできる人が生まれたんすね。やんど。で、これだけじゃない。夜になったらキャンプファイヤーもやるから。わあ、いいなー。そこで自分たちで、どんどん木は重ねていく。うん。木は重ねていくって作業もさしたりとか。ああ。あとは、だから、マングローブでカヌー体験。あ、カヌーもですか？マングローブでカヌー体験。自然と触れ合うことによって、その後、カレーを楽しむ。ただ、そこまでは準備させるのは、子供たち。このカヌー体験の予約も子供たちにさせるってことですか？自分たちでやらせる。それでもいいっすね。自分たちから聞くこと、どうやったらうまく焦げますか、どうやったらうまく火つけれますか。そういうことか。で、一番、メインイベント、これは今ちょっと僕も不安である、はい、何ですか。これは僕も不安である、はい、テントの組み立て後は、ああ。
テントか、骨組み難しくないですかね、あれ。小学校の、だから、創立60周年記念のテントが、大きいテントが上がるわけよ。はい。あれ、大人でもね。はい。あれ、大人でもね。6人は必要。ああ、まあ、そう。若トラや、クリスも。結構大変だった。昔、アルバイトがそうだし、クリス。そういう基地の中でね。骨組み上がるさ。はい。あれ、もう6人必要だけど。大変ですよね、あれ。あれ、僕たちも経験したから、もう、僕は一人出てきた。やってみる、シミュレーション。あ、いいっすか。一人でできるのすごいっすね。使います？いやいや。おいで、おいで。メジャー使います？並んでるとするさ。ああ。これ真ん中。すごい。これ中心や。あ、でも、あれか。一人でやるんだったらメジャーがちょっと大事になってくるんですかね。これ中心とするさ、骨組み側の。はい。すごい。で、普通に。一人一角で二角三角五は四角五は五角五は六角五はこれで六人が必要っていうのが君は今のところ分かるよね。なんかはい、これから立てるんですよね。一人でできる。ええー。見たいか。はい。見たいか。はい。まだ結んでないよ。ああ。上の。はい。上のあれは結んでない。まずは骨組み。いや、テントはかぶしてる状態ね。かぶしてはいる。ただ結んでない。ああ。中に入った。なるほど。結構中熱いっすよね。手挟まないように、こっち気をつけてね、ここ手挟まないように。手挟まないように見えてる？はい、ここ上がってる。はい。どうなってんのかちょっと分かんないっす。これで自立の精神が生まれてくる。今なんで OK なんですか。最終的には一人でやらないといけない時が出てくるかもしれない。あ、何かあった時のために子供たちには、そういう知識ノウハウってのを教えていく。夢人頑張ってください。はい、お疲れさん。お茶飲んでくださいね。ペットボトルのこれしな。